感謝する。ありがとね。あの、ん？どうかしたか？いつも。え？おい。ユイトと少し話しやすくなった。そう言ってもらえて嬉しいよ、つぐみ。もっと泥臭い修行が好きだが、こういった訓練もいい経験だ。まあ。
仕方ないか。次行こうぜ、次。たまにはつぐみに話しかけてみるか。あ、ゆいと、ごめんなさい。なんでいきなり謝るんだ。この間の白い花のこと調べるって言ったのに、まだ名前分かってないから。いや、全然いいよ。別に急いでるわけじゃないし。っていうか、調べ続けてくれてありがとな。私、絶対見つけるから。花の咲いてる姿見せるから、待ってて。分かった、待ってるよ。でも無理しないでくれよ。時間のある時でいいからさ。なんだ？その、なんだろう、何か言いたいことがあるみたいだ。プレッシャーかけても悪いし、ちょっと待ってみるか。あの、ゆいと最近胃の調子どう？え、胃の調子？そう言われてみれば、最近ちょっと食欲が落ちてるかな。ちゃんと薬飲んだ方がいいと思う。ありがとう、そうするよ。でもなんで胃の調子が悪いって分かったんだ？私の超能力。あ、そっか、つぐみは透視できるんだもんな。それで俺の内臓まで見えちゃったのか。いつも人の体は見ないようにしてるんだけど、加減が難しくて時々少し見えちゃう。便利な超能力だけど、それはちょっとグロそうだな。大変なんだな、つぐみも。ごめんなさい、体の中勝手に見ちゃって。いいっていいって、そんなこと。内臓ってなんか裸より恥ずかしくないような感じするし。それにわざわざ俺のために言ってくれたんだろ。黙ってればバレなかったのに。だからありがとな。でもやっぱり良くないことだから。つぐみ、どうしてそんなに自分が悪いって思うんだ？私、昔もこういうことあったの。子供の頃、今より超能力をうまく使えなくて、見ちゃいけないもの、いろいろ見ちゃってた。体の中、部屋の中、人の秘密とか、見られて嫌なものもいけないことだってまだ分かってなくて。それで友達の隠し事勝手に見ちゃって、みんなの前で話しちゃったの。そうしたら友達も大人の人も私のこと怖がって遠ざけられて、みんなに嫌われちゃって。こ
これ以上嫌われたくないって思ったら、だんだん人と喋るの怖くなったの。だから私、人の秘密は見たり話したりしちゃダメだってずっと気をつけてた。なのにまた。そんなのひどすぎる。うん、私ひどいことしてた。いや、つぐみのことじゃないよ。だってつぐみはまだ子供で自分じゃどうにもできなかったんだろ。それなのに大人まで一緒になって仲間外れみたいにするなんて、子供の頃のつぐみがかわいそうだ。あのでもそんなに辛いことばっかりじゃなかったから。そうなのか。今の話聞いた感じだとめちゃくちゃ辛そうだったぞ。人間の友達はいなくなっちゃったけど、その代わりおじいちゃんが植物のこと教えてくれたの。私のおじいちゃん盆栽が好きで、植物も詳しくて、植物は物言わぬ友なんだって教えてくれた。物言わぬ友。そう、言葉では何も喋らないけど、枝ぶりとか葉っぱのつき方でいろんなことを伝えてくれる。それに人間が寂しい時には何も言わずに一緒にいて寄り添ってくれるんだって。その話聞いて私も植物が好きになったの。そっか、素敵なおじいさんなんだな。いろいろと話してくれてありがとな、つぐみ。ゆいとも聞いてくれてありがとう。体大事にして。ああ、気をつける。物言わぬ友か。つぐみも言葉じゃあんまり喋らないけど、いつも周りのこと気遣ってくれるよな。植物が好きなのは親近感みたいなところもあるのかも。何か困ったことある？今のところは特にないかな。何かあったらいつでも言って。私ユイとの力になる。頼りないかもしれないけど、私先輩だから。あれ、ゲンマ、どこかに出かけるのか？ああ、墓参りにスメラギリオへ行ってくる。あそこの合葬墓に知り合いが入ってるんだな。ゴタゴタしている時にすまない。なるべく早く戻るつもりだ。スメラギリオか。迷惑じゃなかったら俺も一緒に行っていいかな？
玄馬とどこかに出かけたことってなかったし、俺スメラギ寮の雰囲気好きだし。そうか、俺は別に構わない。では行こうか。ゲンマまだ戻ってこないな。ま、お墓参りはゆっくりしたいよな。せっかくだし、待ってる間におみくじ引いてみるか。バッキーちゃんコラボまだやってるはずだし。うお、すまん、待たせたな。どうした、何か問題でもあったのか。それはおみくじか。おみくじにまだ持ってないバッキーちゃんの悪キーがついてたんだよ。悪キー、つまりキーホルダーか。お前は本当にそのバッキーちゃんとやらが好きらしいな。だってほら、めっちゃくちゃ可愛いだろ、この丸くてもちっとしたフォルムと癒し系の表情。そういうものか。あ、いや、すまん、俺には若者の感覚がよくわからないんだな。それは流行っているのか。ああ、大人気だよ。雑誌でもよく特集組まれてるし、スメラギ寮のおみくじともコラボするぐらいだしね。気になるなら現場も引いてみるか。いや、俺はいい、もう十分長居してしまった。久しぶりの墓参りで報告することが多くてな。合葬墓に行くって言ってたよな。誰のお参りだったのか聞いてもいいか。俺の両親と友人たちだ。家の墓はもともと別にあったんだが、数年前に墓じまいして合葬墓に入れてもらった。墓じまい？俺には兄弟も子供もいない。ギャリソン家が俺の代で終わる以上、個別の墓はいらないということだ。でも将来子供を作る可能性はあるんじゃないか。海抜群を退役してから結婚する人も多いって聞いたけど。要領のいい奴らはそうするんだろうが、俺は戦い以外のことは何も知らずに生きてきたからな。それに退役する以前に戦死する可能性もある。ここに眠っている友人たちのように。まだゲンマは退役してないだろ。なのにもう人生の終わりのことを考えるのか。俺の実年齢はもう50過ぎだ。海抜群なら人生の幕引きに思いを巡らせるのは普通だと思うがな。そういうものなのかな。俺は50過ぎってまだそんなことを考える年齢じゃないと思ってたけど。それにもしかしたら今から大恋愛するかもしれないし、この先何が起きるかなんて誰にもわからないよ。大恋愛か。いや、さすがにそれはないと思うがな。まあ可能性が全くゼロだと言い切るつもりはないが。そう、可能性はまだあるよ。いつもやらないこととかをあえて体験してみたら何か起きるかもしれない。老け込んでる場合じゃないって思うようになるかもしれないよ。老け込んでいるか。あ、ごめん。いや、まあ実際老けているのは事実だ。それだよ。それが良くない。良くないっていうか、もっと前向きに行こうよ。ゴーホーチルドレンだろ俺たち。もっと子供っぽさを取り入れようよ。子供っぽさ、例えばなんだ。まさか缶蹴りや駒回しじゃないだろうな。いや、それは古代の子供になっちゃうけど、あえて今の流行りを追いかけてみたらどうかな。新しい流行か。いや、やはり俺には。そういえばこの前バッキーちゃん特集が載ってた雑誌に流行りの店とか食べ物の情報もあったな。俺も少し興味あるし、今度一緒に行かないか。正直なところ気は進まないんだがな。お前なりに俺のことを考えてくれているのは分かった。そうだな、一度ぐらい付き合ってみるとしよう。やった。それじゃ俺
もっとよく調べておくよ。ありがとう、ゲンマ。いや、それはこちらの言葉だ。よろしく頼む。